森本里氏、森本里氏、森本里氏、1941年、昭和16年3月15日隊は、日本の国際政治学者、航空自衛官、外交官、拓殖大学第19代総長、2016年3月隊、特任教授、新しい日本をつくる、国民会議、21世紀臨員運営委員、防衛法学会顧問、元防衛大臣、 第11代、東京都出身。東京府東京市、現東京都生まれ、大阪府豊中市育ち、豊中市立、第6中学校、大阪府立豊中高等学校、防衛大学校本科、電気工学専攻、第9期生卒業。1965年、航空自衛隊入隊。1977年から外務省アメリカ局。 現北米局安全保障課に出向。1979年に航空自衛隊を除隊し、正式に外務省入省。航空自衛官退官時の階級は3等空佐。1980年、タフツ大学、フレッチャー法律外交大学院修士課程を修了する。その後在ナイジェリア日本国大使館参事官、情報調査局企画課安全保障政策室長。 外務大臣官房領事移住部領事、移住政策課長等を経て、1992年に外務省を退官。その後は、野村総合研究所主席研究員、1992年から2001年を務める傍ら、慶応義塾大学や中央大学、政策研究大学院大学、精神女子大学、東洋大学等で教弁を取る。2000年、 拓殖大学国際学部教授に着任し、2005年から拓殖大学海外事情研究所所長兼大学院教授を務める。2013年に拓殖大学を定年退職し、同特任教授、非常勤を務める。日本国際フォーラム参与、研究員。2009年8月、麻生内閣の要請を受け浜田誠一、防衛大臣の下、 初代防衛大臣補佐官、現、防衛大臣政策参与に就任したが、同月30日投開票の第45回衆議院議員総選挙で、自由民主党が大敗し、鳩山吉夫内閣が発足したため解任。2012年6月、野田第二次改造内閣で、参議院で、問責決議が可決されていた、田中直樹の公認の防衛大臣に任命され、 初入閣を果たした。民間人の防衛担当閣僚の就任は、前身の防衛庁時代を含めてもょ、それ以前の警察予備隊、保安庁時代まで含めれば、初代保安庁長官の木村徳太郎は就任防役、半年間は民間人閣僚だったとなる。森本の防衛省起用について、自民党の石場茂浦は、森本先生は大一人者、人格も立派など、 一定の評価をしたが、民主党内の鳩山幸夫元首相をはじめ与野党の国会議員や沖縄県は懸念を表明していい。共同通信社が2012年6月4日、6月5日に行った内閣改造に関する世論調査によれば、森本の防衛省就任を評価するは60.5%、評価しないは21.1%であった。 同年10月に発足した野田第三次改造内閣でも留任したが12月26日野田内閣の総辞職に伴い防衛大臣を退任防衛省就任以前から強い関心を示していた普天間基地移設問題においては大きな進むが見られなかったもののすでに活動が境外化していた自衛隊配置 PKO 派遣及び治安悪化から 自衛隊員の安全確保を最優先させるべく、自衛隊五覧高原派遣の集結命令を外れ、退任直前に発生した北朝鮮によるミサイル発射に対する対応を行った。退任後は各種情報番組に出演し、防衛政策における論客活動を展開。2015年10月16日付で防衛大臣政策参与に任命された。 2016年1月、拓殖大学第19代総長に選任される。任期は、2016年3月1日から2020年2月29日まで。2016年12月28日、防衛大臣政策参与退職。2017年、平成29年8月8日、第三次安倍第三次改造内閣にて、 防衛大臣に就任した小野寺一則より防衛大臣政策参与に任命。2018年平成30年10月2日内閣改造に伴い防衛大臣政策参与を退職。2019年平成31年1月30日韓国海軍レーダー照射問題で日韓関係が冷却する中宿命女子大学校で開かれた安全保障に関する 討論会に出席するために韓国を訪問。ソウル市内で韓国在京軍人会の金達弘会長と韓国の予備役将校らの団体、星友会の劉光雄会長と昼食懇談会を行った。2008年10月からマグマグより自身のメールマガジン有料を発行。2011年7月に公式 Facebook ページを開設した。 2012年10月、日本メガネベストドレッサー賞を受賞した。イラク戦争では、米国の立場を支持し日本は、積極的に、イラクへの自衛隊派遣を進めるべきだと、産経新聞で主張して2004年政論大賞を受賞。2012年8月に、韓国の李明博大統領が竹島訪問した際、韓国の内政上から来る要請によるものと、発言した。 これが韓国の内政上の問題と報じられたことから騒動になり自民党の谷垣定一総裁は真実ならば問責に値するとしたほか複数の議員から罷免を要求する発言がなされたが森本がそのような発言をした覚えはないと強く反発し実際の発言内容が改めて報道されると騒動は一気に収束した日本の TPP 参加の是非について 日本の TPP 参加は、日米同盟の選択を意味するとして、日米同盟を堅持するならば参加しない、選択肢はないとの見解を述べた。米軍普天間飛行場の辺野古移設に関しては、軍事、地政学的なものでなく、政治的な移説であると見解を述べており、防衛大臣退任前日の会見では、政治的に許容できるところが沖縄にしかない。軍事的には、 沖縄でなくても良いが、政治的に考えると、沖縄がつまり最適の地域であると発言している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。